の泡コラとあんあんパコミの声男ソムリエ白子が笑いを送る一時間フリムーンラジオ始まるよ。皆さんこんばんは。5月18日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 FM ギノワン、この時間はフリムーンラジオの時間です。お相手は私ナルトラです。よろしくお願いいたします。そしてはい、ワンマンコでございます。ワンマンコ、はい、ミキサーのエコザイルです。よろしくお願いします、はい。そして、ま、今日も、ハゲたあの方はちょっと南のルケイチの方に送られてるので帰れないと。ちょっと待ってください。ね、あの某愛し、うん、ね、うん、あれルケイチだったんですかね。はい、ああだから ハゲチャビンの本拠地は金華団だから、あっちから南の方なので、確かにちょっと島流しみたいになってるまあ端っこですもんね、はい。でちょっと自力で泳いで帰れないと連絡あったので、あの歩いてでも帰れるんですけど、 あの人は泳いだ方が早いと、歩くと痛風がひどくなるんで確かに、はい、これで確かにって言ってしまうのがね、またあの方らしいんですけれども、はい。ということで今日もね、フリムメンバーは私とエコさんの2人でお送りをいたしますが、はいはい、さあ今週も素敵なゲストさんをお呼びしております。だからさそれでは自己紹介お願いします。はい、どうも、サブカルって何なのというラジオ番組のパーソナリティをやっておりますにゃん吉と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます、お呼びいただき。いや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 、もうこの番組にはですね、以前ルルさんというちょっと今日ね、すでにツイキャスの方でコメントいただいてるんですけれども、ルルさんという方があれ西川のちょっと西村の人西川貴則TM レボリューションの、そう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 似てますよね、よく言われてる。似てる、その劣化版、劣化版の、ちょっとちょっとふくよかにした。いやいやいや聞いてますよ、ルルさん聞いてるなるたらちょっとカットしといて今ね、もう生放送ですか、この番組あれほらほらコメント、そうこれツイキャスコメント収録じゃなかったっけあれ、この番組は生放送でお送りしておりますちょっとできない、はい、ということでですね、ということでルルさんがですね、はい、普段、これは姉妹局の FM コザの方で、毎週月曜日夜9時30分から放送している番組、で一度僕の方がルルさんにお呼びいただいて、はい、その番組に出演したということで、じゃあ今度はそのサブカルって何なのって番組は通常3人あ、そうですね、プラスゲストさんみたいな感じでやってるんですけれども、はい、じゃあ、出ていただきませんでしょうかとオファーしたところ、はい、毒牙にはまってしまいました毒牙そんなことないですよ、もう、なんかゲスト出演ってなかなかしたことがないので、いつも番組的にはゲストさん呼んでっていうところなの で、うんですね、逆に呼んでもらうっていうのめっちゃ新鮮で嬉しいです。もう緊張してますがよろしくお願いします。こちらこそ、はい、よろしくお願いいたします。もう気に入ってもらって、こっちの方にレギュラー変わってもいいんです。そんな乗っ取りいいのかな乗っ取りなのか乗っ取られなのか乗っ取られなのか、野郎二人よりは全然いいんで、マジですか。じゃあちょっとだけ、ちょっとルルさんいいかなワンチャンあるかなもしかしたら、はい、もうね、月一でも定期的に出ていただいたら準レギュラーっていう ねそんな感じですからね、うちの番組は。はい、準レギュラーの人10名余ってるよ、こっち。そんなにそうなんですか。結構いらっしゃる。まず、ね、そうそう、2回以上出ていただければね。ああ、ね。もう勝手に準レギュラー名乗ってるからね。
まあ、そんな人もいますね、勝手に、ね、まあ、俺の知ってる中で 4,5 名ほど。おそんなにいるんだ。じゃあ私も第2回出たら準レギュラーを名乗らせていただきます。はい、ということでまた、番組の中盤のあたりで、にゃんきちさんが普段のどんなことをやってる方なのかっていうのをね、はい、またお聞きしたいと思いますけれども、まずは今週もオープニングトークですね、うん、エコさん。あ、俺だった。はいはいはい。ね、一応テーマとあまり関係ないんだけど。いや、大丈夫ですよ。うん、実はですね、月曜日、はい、ちょっと衝撃的というかすごい16日ラッキー、月曜日ね、16日ね、はい、実は自分一応三振やってるじゃないですか、プチやってます、ね、三振必要としてやってるけど、そういう中で歌者の人ってすごい人いっぱいいるじゃないですか。いや、いろんな人いますよ。その中の一人の元ブームのね、宮沢、はい、和美さん、はい、が月曜日ですね、はい、純駆動で一応本を出版したということで、あ、たまにサイン会をイベントしてますね、やったんですよ、はい、でそれがその日ね、自分基本普段 RBC 聞くから、うん、その民謡で中がなびらの時間帯に夕方4時ですね、そうそうそう、4時から5時の番組に、はい、電話ゲストで、はい、宮沢さん、はいはいはい、本当はスタジオにということだったんだけど時間がかち合わなくて、あ、電話という形になったんだけど、はい、それで電話で話してるうちにこのイベントの話が出たんですよ、急遽。あ、その日の4時からの番組で、今日7時から純駆動で出版本を出したんで、記念のサイン会、トークショーとサイン会やりますと、でその日自分は仕事ちょっと早く終わって紙切りに行ってる途中に聞いたもんで、はい、あ、それは4時、その番組の時ですね、そうそうそう、4時終わって、はいはい、ずっとちょうど髪伸びてきたんで切りに行こうって言ってる途中に行って、はだけどあっちのいつも行くところの散髪屋は人気があってからだいたい1時間2時間待つのよ。あ、でもうしゃあないと思って行ったらたまたま、はい、番号札あっち順番ごと持つんだけど、ようやくで、誰もいなくなって急遽俺に番が回ってきて速攻で終わったのよ。あ、その日に限ってカットがすぐに終わった。カットが、そうそう、カット自体は30分ぐらいで終わるんだけど、待つされるのがいつも1時間2時間当たり前に待つね、うん、なんか僕もそんなとこそういうところ行ってますけどね。よく似たところ、そうそう、はい、で行ったらたまたまその予約番号を持った人が誰もいないから繰り上がりで、10名ぐらい前にいたのに繰り上がりでいいですよって。ラッキーじゃないですか。そう、いつも知り合いの人から、で座ったらいつものあっちのおやすさんがいつものでいいよね、うん、もうすぐ速攻で終わって時間間に合うかなと思って急いで家に帰って準備して、それをカットが終わって、そうそうそう、 でもうこれで行けということかなと思って行ったのよ、はい、ギリギリ5分前に着いて駐車場も止められて、スタートの5分前に純駆動に、はい、で森本店長も見えて、挨拶もして、でギリギリ間に合ってサイン本も一応買っていつ読めるかわからないけどこんな分厚いのよ、400ページぐらいあるから。でサインももらってる最中にちょっと声かけてみて、はい、こんな本でちょっとやってますけど聞かせてもらっていいですかって言ったら、もう喜んでって返事が返ってきて、はい、島本引かせてもらいます。もうラッキー中のラッキーだった。推しというわけじゃないんだけど憧れの人にこうやって声までかけてもらって、すごいじゃないですか。だからさ、プトプトしてるよ。鳥肌ね、鳥肌が立つということで、してそのしかもトークショーの最後に、ちょっと会場設定サイン会のやる、準備する間に一曲ということで、はい、三振で生しまうたまで披露してくれて、こっちに普段ああいうところってあんまり人いないと思うさね、出版記念サイン会って、100名超えてたもん。平日ですよね。平日月曜日に120名ぐらいと、正直100名確実に超えてて、
すごいですね。僕もあの純駆動の地下1階のね、うん、政治スペースで大体どんな広さかって分かるんですけど、分かるけど、あっちにもうだから椅子も全部並べられて、本棚の列の後ろにも全部ガーッとみんな立ち見、俺も立ち見。じゃああの普通やるあの数、まあ、20、30人しか座れないところじゃなくて、もっと広いスペース取ったってことですね。そう、地下1階のところでスペース、ね、舞台があって取ってから、あっち多分、はいはいはい、単純計算で5、60ぐらい席があったね。うん、だけどそれで足りなくて、後ろの本棚とか後ろにも全部立って並んで、俺が行った5分前にはもう埋まってたもん。それでも声をかけてもらえたと。そう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 、もう最後の方に、で俺わざとゆっくりみんなが行ってるのダーって見て、最後らへんの最後の20名ぐらいの枠に並んでたから、そうそうそう、声かけて、あっちもからもいい返事もらえたし、しかも民謡で中華なびら の, あの月曜日のザキミヨネコさん、はいはいはい、はい、来てました。おお、もう声かけて、ああ分かるよ分かるよって言ってからあの RBC のイベントで 2,3 回ぐらい会ってるからあのすごい人が、リュウグの師範の人、はい、にも声かけて、もういい一日だったな。バタバタしあのシワしたもの、はいはい、いやラッキーだったですね、もう本当に。いいな、ね、そあタイミングがね、普通だったらそうそうそう、ね、散髪でそんなに時間かかったらもう終わってたっていうぐらいの、ね、だからもうあ行く途中に聞いてからだけども、髪も切りたいし、もう仕方ないと思ったら急遽コロッとコロッとあったよね、いい方向に転がってくれて、いやよかったですね、はい、はいはい、さあということで、まあ、オープニングトークはこれくらいということで、うん、それでは今週のメールテーマの方を発表したいと思います、はい、今週のメールテーマこちらです。推しということで、これは、手編の方の推しですね、うん、どなたかね、この推しの方も手編だけどな、確かにプッシュも手編だけどですね。どっちもだですね、やってしまいましたね私ね。あなた日本人？私日本人あるよ。私日本人あるよ。そう。そう。ここでもうね、ここでね、なんか困ったらチンベル押したいところなんですけど、チンベルがすっごい向こうにあるんですよね。はい、ということでですね、あなたにね押してる方は今いらっしゃいますか？まあ。SNS、 僕の番組の SNS の方では、より強いファンというふうな、ね、あの意味合いがあるなというふうに書かせていただいたんですけども、はい、まあ、そんな方がもしいたら教えてください、うん、そしてその方とのもし何やエピソードがあれば合わせて教えていただければと思います、はいはい、でちなみに、はい、南吉さん あれ、はい、はアバトラの推し、今日読んだの、あ推しなんか、ヤンキチさん押してるんでしょ？ちょっと待ってください。はい、狩牛さんからもね、今コメントいただいてるんですけどね。はいはい、はい。なんか、ピー入れる？ピー入れる？え？ピー入れようか、途中から。ピー入っちゃうの？ゲストさん、かわいそうに、僕の毒牙にかかったか？あなた、素人にも手を出して全く。あくまでこれは番組上の演出でございますのでね。は？だから。じゃあ後でちゃんとこういうね、こういう話すから巻いていこうか。うん、ですね。巻きましょう。巻きましょう。巻きましょう。はい。メールアドレスは、moon@fmkino1.com。メールアドレスは、moon@fmkino1.com。こちらの方でお待ちしております。通常の、番組、この fmkino1 の番組のアドレスではございませんので、ご注意ください。またこの番組は、ツイキャスと YouTube で映像と音声を同時ネット配信しております。YouTube、ツイキャスそれぞれのトップページから FM ギノワンと検索していただくと、チャンネルが出てきますので、そちらからご覧ください。そして、YouTube、ツイキャスともにコメントが打てるんですけれども、コメントを常時、こちらで見ているのはツイキャスの方になります。ですので、ツイキャスでいろいろコメントを突っ込んでいただくと僕らも突っ込み返すことができますので、ぜひぜひツイキャスの方でのご参加をお勧めしております。この番組は民謡居酒屋やってもーれ、お奇跡配送センター、神津土地、 NS 配送、
フリムーンファミリーの提供でお送りいたします。それではまずは CM です。メガネに青いキャップちょい太め、そんなアワトラをいじるのが好きなリスナーさんいらっしゃい。フリムファミリーも待ってます。フリムラジオということで、フリムーンラジオをお送りしております。さあ、CM 明けのこの時間はいつもの通り、ツイキャスでここまでいただいていますコメントの方を読んでいきたいと思います。さあ、まずは今日はギネスさんからです。こんばんムーン。ということで、ありがとうございます。そして、ヤンバルクニアさん、ナルトラさん、エコさん、ゲストのニャンキチさん、こんばんムーン。ありがとうございます。ギネスさん、綺麗なお姉さんもこんばんはと。わあ、嬉しい。ありがとうございます。はい。そして、ルルさん、ワンバンコということで。ワンバンコ。ありがとうございます。埼玉のゴーさん、こんばんは。ありがとうございます。そして、シプリームさん、おこんばんムーン。ムーン。初見のミネ・ストローネです。昨日は、僕のルーツ、茨城県まで潮干狩りに行ってきましたよ。潮干狩りじゃないと思うな。あれ何なんでしょうね。これちょっと一発落ち込んどくなるとら、やっとく？やっときましょうか。やっときましょう。あくまで潮干狩りは例えだと僕らは感じておりますので。建前。潮干狩りという名目で、一気はするんだけど、何をしてるから、後に出てくるから。なるほど。期待ということで。想像通りだと。今日はゲストさんを告知してますからね、ニャンキーさん来られるということで、うんうん、ちょっとこのコメントは僕個人的にはお気に入ってるなと思いましたけど、はい。そして、はい、埼玉のはちみつ一家さん、こんばんむーん、ありがとうございます。そして、ルルさん、先ほどのね、西川貴教のコメントに対して劣化版、うん、わらわらということで、はい、ありがとうございます。そして、はい、アットパパさん、ドーン、ドド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 ーンということで、ありがとうございます。これ、何かのモールス信号か？何でしょうね。何でしょうね。花火の例えなんでしょうかね。うん、なんか、キラキラーっと顔文字とかね、いただいてますけれどもね。はい。さあ、そして、シュプリームさん、最近の推しは、NHK で天気予報を担当している近藤直さん。はい、うちのお嬢に似て清楚でキャワイイキュンということで、いやいいですね。まあこの方ね、お孫さんもいるんですけどね、まあお盛んな方で、まああれだね、俗に言う種馬さんだね。あちこちで作って回ってるんで。作ってないでしょ。種は巻いてるかもしれないけれど。はいはい、はい。発芽しないって。もう、本当に。はい。さあ、そして、ニエさん、推し。うん。20年以上推しの宮城真理子様が結婚したのはめでたいということで。そうだね。先月？最近ですよね。先月か。先月だよね。に続いて、はい。ね、アップのね。ああ、はい。
珍しく、レンチャンでバンパンでしたね。ね、発表聞きましたけど、ちょうど。ねえ。ええ、RBC 系列流れで。ねえ。ねえ。びっくりした。ねえ。ただ、俺、多分、宮丸と年一緒だはずなのよ。年年確か、凛太郎とも同じ近いと言ったら、俺も凛太郎の、俺は、学年的に一つ上、年一緒。エコさんが一つ上ですね。そう、日賀俊嗣と一緒か。日賀アナウンサーと一緒なの、すごい学年的に、で、宮丸も近いのよ。同じか一つ下かって感じ。いや、それをあんまりね。じゃあ、で、逆に嬉しい。ただ、ずっとさ、長くさ、はい、ウェディング関係の番組やってました、やってますよね、土曜日の夜に、ね、早くと思って早くよと思ってこの話がバーッとフェイスブックで上がった時はもうラッシュして、すぐシェアしてガンガン流したからね、よかったよかったですね、はい、そして、はい、で、ナルトロは、はい、うん、ちょっとこれはじゃあコメントいきましょう。行こうか。コメントいきましょう。はい。カリーさん。推し？もう聞き飽きたんじゃない？うん、まだ聞く？うん。しょうがないな。うん。自分の推しは、1にマーヨー、2にマーヨー、3、4にマーヨー、5にマーヨーってくらい推してますけど、何はい。マーヨー。ただの変態です。あ、そうなんですか？嘘と、まうんうん、マーヨーの、一応、元祖ストーカー。元祖。いちご、いちご、いちご、で俺なんかは言ってるだけで、うん、本当にやってないのよ、ガチでは、ネタでやってるけど、ネタでやってるけど、カリスタはもう本物ピカイチな、ちょっと怖いです、怖いです、この FM ギノワでね、月曜朝の番組を担当してる金子真世さんというかね、うん、お美しい方がいらっしゃるんですけど、ね、もう何にも抱えてるということを噂でよく聞きますけどね、あだ名がストーカー製造機なので怖い、そうなんですか、いや本当リアルのよ、まあ、いやでもなので、まあ、かわいそうだから、うんうん、じゃあ元祖ストーカーでいこうなあネタとして、ネタとして1第1位、0号と1号みたいな感じで、ね、なのに、また本物が出てきてしまう、ね、推し対決ですねこれは、どっちが強いかっていうまあそういう戦いも繰り広げられてるんじゃないかなと僕は思ってますけどね、はい、さあそして武蔵さん、ナルトさん、ミキさん、ネクさん、ゲストにヤンキさん、リスナーさん、こんばんむん、生放送お疲れサブカル、お疲れサブカルもありがとうございます、ぶっこんできたな、うん、まとめてヤンキさん、はい、FM 議論は初めてじゃない、ヤンキさんのスタジオいつもズームでのリモート生放送なので、スタジオでの生放送はレアですねということで。レアでございます。そうですよね。普段、サブカルって何なのっていうのは、ズームで収録して、はい、1週間後に、FM 講座で放送してるっていう。そうです。なので生じゃないんですよ。収録放送で、なおかつお家でなので、だいぶくつろいでラジオをやらせていただいてるんで、このブースに来て、このマイク使ってヘッドセットしてっていうのが超新鮮です。そうですね。家でなので、上はちゃんとしてるけど、下は。まあ、ちょっとね、はい、ショートパンツかもね、何かもう見せられないよって格好はしても大丈夫なやつですね。たまにあっとカメラ下に向けるというのもある。いや、ちょっと、それはちょっとさすがに。たまにハプニングは起きますけどね、見てたらね、じゃあそれナルトロ撮ってから俺に、だから何のハプニングかっていうのをこれ言ってないだけで、ちょっとねたまにね猫飼ってるんですね、あ、そうなんですよね、家に猫の子ね鳴き声が聞こえてきたりとか、そうだいぶ猫がニャーニャー言います、収録中にやってきたりとか、はい、猫はかまってちゃんだからね、なかなかなくないですか、ラジオ番組で猫の声が、家の猫の声がミャーミャー入る、家で収録する番組が、ね、なかなかないからね、逆に苦痛受けるな、そうなんですよはい、はい、その上のシュプリームさんのコメントは、個人的にちょっと、はい、省略させていただきます、はい、これただ振られて泣いてただけでしょ、えナンパ失敗して泣いてただけだからそっか、潮干狩りね、そうはい、ただそれだけよ、さあそして続いていきましょう、沖縄大好きさん、こんばんムムーンということでありがとうございますそしてカリヨシさん、何もしてねえわ、大阪から何ができるって言ってますけど、ね、えあれでしょ、2人で組んでるでしょ、
これラビドラとでラビドラがあのカメラ持ってて追っかけ回してそれをカリウスさんにもうあのないことは言ってあげないでくださいね。そうですね、嘘コンビ組んでるかと思った。いや確かにまあね、まあまあね、ラビドラさんはねなんか北部の方みたいですけどね、はいはい、確かにね、あっちもすごいよな、名古屋から来る、南下してくるからな、毎週な、その、金子真由さんっていうが、うんうん、読谷のコミュニティ局で番組やってて、うんうん、詳しいな、ナルトラ毎週読谷に来てるらしいので、あすごい聞いた話ではこっちも追いかけてて、スタジオに出してもらった、あの僕は 毎月1回が、1回程度が、何 1, 回、はい、1回程度で、1回程度で十分だなと思ってるんですけど、うん、イヤホンおくし、俺の。大丈夫ですか、なんか、ただ、あの、エコさん、うん、エコさんも、なんか、密会してるみたいなことをき あったりなかったり。あ、俺、堂々と言うさ。密会じゃないっすね。堂々と言ってる。オープンで。ね、たまにね、三振とね、歌の打ち合わせっていう。一応、前は歌手もやってるんで。へぇ、すごい。昔は、そうそう、本当に CD も出すくらいの。すごいですね、うん、美しくて歌も歌えて、そうそうそう、なおかつたくさんストーカーを作っちゃうという、そうそうそう罪大きい部長、すごい。じゃあそのポストをニャン吉も狙っていこう。おー、マジっすか。頑張ります。はい、そしてカンボイさん、皆さんこんばんは。あー、ニャン吉さんだ。なんか司会するみたいねか。あ、司会、そうですね、はい、いろいろ。お聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いします。そして、アッキーさん、誰ニャン吉って。あ、どうニャン吉と申します。はい、まあ、そうでしょうね。はじめまして。もう、アッキーさんはもう、この時間帯と次の番組ぐらいしかね、FM ギーのは聞かないから、他の番組とかね。うん、ですんで、それは仕方ない。あ、やっぱりバレてるさ。え、相手言わなかったのにって言って、ギネスさん。まあ、ギネスさんもね、宮古島在住の方なんでね、本当にいたらどうなっていたかはわかりませんが。さあ、ということで、一旦じゃあ、ここで CM に行って、この後、ヤンキーさんのお話を聞きたいと思います。はい、フリムラジオをお送りしております。さあ、それではこの時間、にゃんきちさんゲストさんのコーナーでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずはですね、はい、まあ話もね、この番組の中でも何回か出ておりますけれども、うん、はい、まずは普段は、毎週月曜日、はい、ね、姉妹局の FM コザの方で、はい、サブカルって何なのという番組をやられてるということで、はい、基本的に番組内容は、うん、まあこれも今ね話ありましたけれども、普段はズームの収録、そうなんですよね、メンバーがルルさんとナンナちゃんさんとナンナちゃんの3人で、はい、でプラス、まあ、ゲストさんを呼んで、はい、ゲストさんのお話を聞いた後に、
人狼ゲームをやると。はい、そうです、番組前半がフリートーク、後半は人狼ゲーム一緒にやるっていう。そうですね、まあエピソード人狼って言って、こうある一つのテーマに対してエピソードを言って、はい、それが本当なのか嘘なのか、はい、嘘は誰なのかっていう、そうですね、それを推理するっていう、まあ、人狼ゲームのルールに沿ってね、やってるっていう番組ですね。そうですね、はい、30分番組ですよね。あ、そうなんですよ、30分なんですごいコンパクトですぐ終わっちゃうなって印象があるんですけど、でも番組の半分が人狼ゲームを占めているので、だいたいこの嘘を付き合ってるというかフリートーク前半やるけどもその後が結構長いなっていうのもあるので、まあ、これはオフレコではないんですけれども、番組30分やった後はツイキャスのみなんですけれども、おまけ配信ということでゲストさんとおしゃべりしているので、まあトータルすると1時間番組なのかなっていうふうには大体それぐらい、番組が終わってこう最後におまけ放送やったら大体まあ1時間ぐらい経ってるなっていう感じですね。あ、そうですね、まあ、そのおまけもね、そのツイキャスだけしか見えないんで、はい、しかもねツイキャスのねアーカイブないんですよ。そうなんです、実はうん、本番の番組の内容はまた YouTube でアーカイブ上がるんですけど、はい、おまけがないんで、はい、そうおまけ前で楽しみたい人はぜひリアルタイムでね、リアルタイムでお願いします。ツイキャスをサブカルって何なのっていう、でツイキャスを検索したら、はい、出ます、はい、ツイッターの方でも、はい、いつも URL は載せているので、はい、そちらからの方が見やすいかなって。そうですね、ツイッターも、はい、同じくサブカルって何なのって検索していただくとアカウントが出てきますね、番組の、はい、それで探していただいたら出てきますので、ぜひそちらの方も楽しんでいただければと思います、はい、さあそしてもう一つというか、普段何をされてる方なんですか。そうですよね、あ、すごい、なんかいつもゲストさんに聞かれるやつを今私が聞かれてる感動しましたそうですよ、はい、ニャン吉とやなんぞやと先ほどねアッキーさんもおっしゃられてたんですけど、まあ、普段このラジオパーソナリティもさせてはいただいてるんですけれども、はい、その他だと人狼ゲームのイベントをやらせていただいたりとか、それ以外だったら、ポーカーというカードの、このトランプのゲームがあるんですけど、そのポーカーのお店がございまして、そちらで、ディーラーさんという店員さんをやらせていただいたりしております。そうですね。はい。先週、昨日の告示で、アミューズメントバーというふうに書いたんですけど、そうですね。はい。お店の名前は？あ、お店の名前は、ジャックナインという、あさとの方に、那覇市あさとの方にある、お店ですね。はい。はい。どこでしたっけ？ゴールデンスワローズっていう、はい。1階に、それが居酒屋がある。あります。その2階。2階。そう、2階です。だから、国際通りの一番、西側になるのかな？あ、そうですね。端っこから、ちょっと、草原寺通りの泊まり方向にちょっと行ったら、まあ、中華料理屋さんがドーンとあるので、もうその2階なので分かりやすい場所にあるかなって感じですね、はい、そこで、まあ、普段は、来たお客さん相手にカードを配って、そうです、なんか可愛らしいメイド服みたいな格好をして、楽しくやらせていただいております。あ、だからかナルトラハマって、何ちょっと待ってくださいよちょっと待ってください、モロー、好みです。あ、そうなんですか。そういう。ちょっと待ってください。え？動揺してるでしょ。あら。いやー、ね、結構皆さんね、賑わってますよね。あ、そうですね。賑わっております。SNS、その店の SNS 自体は僕フォローしてるんですけど、なかなかちょっとあんまり夜遊びに行くことがあんまり別のところに遊びに行かないだからそっかそれはね、ちょっと泡のつく方、あ、泡のつく方にね、先ほどもねありましたもん、もう皆さんないことないことばっかり言ってますけどねないこと、はい、はい、なんで動揺してるバトルが勃発している、ないことだって動揺丸見えよ、丸分かれよ、みんなここまでがテンプレートですか、テンプレートのやつですねこれはいはい、うん、ということで、まあ、はい、一つの顔がその今のアミューズメントバー、そうですね、そしてもう一つ、
いろんなイベント MC をはいやらせていただいていますということで、ちょっとチラシ持ってきたんですけど、まあ、はい、ツイキャスご覧の皆さんには見えるかなって感じ、こういう吉郎会というですね、見えにくいですけど、あの人狼会にゃん吉プレゼンツなので、吉郎、あの狼吉、あの吉郎の狼で狼なんですけど、はいはいはい、あの毎月あの実は開催しておりまして、毎月私にゃん吉なので、にゃんにゃんで22日なんですけど、はい、にゃんにゃんでの前後の土日に、土曜日がボドゲ会、日曜日が人狼会ということで、あの茶谷にあるゴンハウスという民泊さんの方をお借りして、あの遊ばせていただいております。あ、はい、これはだから、うん、言ったらイベント会、イベント、例えばあのライブハウスとかっていうところじゃなくて、はい、本当に民泊を普段はしてるところで、はい、まあ、別に泊まらなくてもいいんですよね。あ、そうですね、泊まっても泊まらなくてもいい、でそこで、まあ、あの、はい、こう、それで遊びたい人が集まって、あ、そうですね、うんうん、まあめいめい楽しむと、そういう感じになっております。ボードゲームも、あのお店自体が民泊、はい、このボードゲームを集めておりまして、200個ぐらいあるんですね。だから普通のボードゲーム店みたいな感じで、もうイベントとして遊べる。そうですよね、なんか割とそういうのが遊べる店ってポツポツだね、うん、いろんあの那覇にもあったりしますけれど、はい、そういうのがイベントで、はい、ね、遊べるということで、はい、あの変態おじさんから質問です。何ですか？あの、はい、バニーでやってますか？バニーはやってないですね、すいません、期待に応えられず。多分沖縄バニーちゃんはいないかもしれないですね。ポーカーっていうとイメージバニーちゃんがこのカード配ってくれるっていうのあるんですけど、沖縄はどっちかっていうと清楚系メイド系みたいな感じでやらせていただいてるので、一応女の子のクオリティはめちゃくちゃ高いので、そういうコンカフェ的なノリでも来ても全然いいと思います、はい、らしいです、はい、バニー北の方からなんで、この人もあら北の方の方なんですね、はい、あ、アットパパさんですか、はいはいはい、コメントありがとうございます、泊まりがけで行ってくださいちょうどいいですね、じゃあ、ね、かもしれない、あの奥さんにはバラしときますんで、あ行っちゃうんですかこの質問から全部芋づる式にもうこれを言ったら、もうまたカープボーイさんがバドガールはとかなんか聞いてくるんですよ、本当にダメですよ、うん、ね、あとガールの方がちょっとバニーよりエロいぞある意味ね、ある意味エロいよ、本当にこのスケバ親父がこれがだから今のイベントがだから毎月、うん、はい、これ、あ、22日前後の土日ってことですね。あ、そうですね、毎月、第2週か第3週あたりになると思うんですけれども、そうですね、はい、はい、だいたい、じゃあ21、22だね、今月ね。あ、そうですね、今月も実は、ね、はい、開催ございまして、今週の土曜日、日曜日に、あの、はい、茶壇の方でイベントを開いてますので、はい、よければ、ツイッター、にゃん吉いますので、連絡いただければと思います。ね、せっかくなんで、今、ツイキャス見てる方に、ちょっと、はい、あの、うん、ここにですね、出るんですか、なんか、アットマーク、あ、ありがとうございます、白田ですね。白田で、アンダーバー N ですね。アンダーバー N、はい、でございます、白田。はい、これがツイッターですね、はい、はい、ツイッターです。これでいけたかな、アッキーさんだからバニー違うってもう皆さんバニーになっちゃったあ、シュプリムさん俺絶対見たくない多分みんなあれよ、マーライオンするよ。ここで、あの、シュプリームさんが、あの、アワさんのバニーが見たいってこう書いてくるところが、あの、シュプリームさんらしいなとは思いますね。いや、最高じゃないですか。あ、10名中9名、マーライオンすると思います。そうだろって。そりゃそうでしょ。あ、いかん。ごめんなさい。ツイッター投稿できてるな。あ、できてました、あの、このコメント。あ、チェックが入ってた。もう一回、もう一回いきましょう。もう一回いきましょう。二重投稿でいいでしょう。はい。ニャンキーさんツイッターの方に検索していただくと、イベントのね、はい、あると思います。あとなんか、最近配信やってませんでした？あ、やっております。なんか結構いろいろイベントの司会
を務めさせていただいたりしてるんですけど、あの直近であったのが国際通りの方にあるライブハウスサウンズグッドさんが、あの YouTube チャンネルをされておりまして、 SG チャンネルという番組になるんですけども、そちらの方であの毎月1回ボードゲームについて、あの沖縄のボードゲーム店の店主さんお二人と私で、あのやらせていただいているボドゲチャンプルという番組、毎月水曜日か木曜日の、21時からとなっております。まあ、そちらの方月1回ペースでやってる、はい、やるみたいな感じですね。そうですで見たらこの前が第1回だった。そうなんです、実は第1回でドキドキでした、いやー、うん、なんか普通に司会やってるなみたいな。いやいや、でもね、あの全部見てないですけど、うん、チラッとだけね。あ、ありがとうございます。せっかくで今週ゲスト来ていただくので、うんうん、ちょっと見たんですけど、いや普通に MC やってるやん。いや、もう最近走り出しの MC をさせていただいてるんで、よければニャン吉の成長を一緒に見守ってほしいなって思ってます。これこそが推しですね、はい、あ、本当ですか、ありがとうございます。シュプリームさんからコメントきましたよ。お、めっちゃいい声やもんね、推したい声って。あ、ありがとうございます。この人だけは気をつけてください。あ、本当ですか、いい、大丈夫かな、はい、あの普段はね、あの関東周辺に生息しているのでいいんですけど、あの沖縄に来た時は絶対身を隠してください。そんなことあります。沖縄に来てる間は、はい、ひっそりと、はい、はい、ということでですね、うん、まあ、来月以降もじゃ定期的に定期的に解説やっていくということで、はい、ボードゲチャンプルと多分 YouTube で検索すると番組名出てくるんじゃないかなと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします、はいはい、それくらいですか、イベント告知。そうですね、イベント、はい、今のところ決まっているのがこの月に1回の吉郎会とボードゲチャンプル、はい、そして毎週月曜日に FM 小座の方で、はい、サブカレってなんなのという番組をやらせていただいておりますので、はい、よければあのぜひ気になった方は見ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、ちょっと待ってくださいね、はい、あ、ギネスさん、これは小座の番組に多分、うん、サブカルって何なのかな。ありがとうございます。番組にフォローされたからフォローバックしといた。あ、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あ、そして、あ、バーモントさん、お久しぶりですね、こんばんはということで、ご無沙汰しておりますということで、こんばんは、うん、久しぶりです、この方、まあ、推しといえばこの方は、あの、うんうん、いろんなアイドルグループを推してらっしゃる。わー、すごい、ガチ、ガチの推しの方ですね、しかもなぜか、なぜかはあのー、うん、僕、まあ、四国の徳島出身なんですけど、はいはい、徳島つながりでこの番組を発見してくれたと。すごい、もともとこの方が推してる番組が別に FM 技能にあったんですよ。推してるアイドルをに対して喋る番組が、なるほど、今もあるんですけど、うんうん、あ、ももクロか。そうですね、あ、いいですね、ももクロちゃん、はい、ほう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 、推しは、あ、レニーちゃん、高木レニーさん、ももよクローバーですね。出してきたな、早いいですね、押してますね、はい、そしてアッキーさん、よかったね、押されてるよ、トラ、推しのトラが調子よくてよかった。あ、よかった、これはあの野球のことですね。知ってるよ、そっちの方知ってるよ、沖縄やってますもんね今、もうね、最初の最初はね、あの、はい、20試合して2勝しかできてないぐらい今年出だしが悪かったんですけど、うんうん、今最近はやっとね、お、上がり、まあ、勝ったり負けたりぐらいになって、いいぐらいの、いいぐらいのね、はい、昔は工藤静香さんでしたというバーモンさんね、昔の推しは、はい、いいですね、はい、うん、アッキーさん、なんかよくわかりませんが、よ、人間金ちゃんヌードルって。どういうこと？これ、あの、うん、金ちゃんヌードルがね、もともと徳島の商品で、はい、かつ沖縄でも売れているという、そういう意味で、そうそう、ね、他の県にあまりないんだよな。あの、沖縄県と、ないことはないですけど、売れ方のツートップはもう徳島と沖縄と。そうなんですか。それ知らなかった。まあね、僕のね出身地はもちろん作ってるところも、うん、知ってるので、まあ、現地ですもんね、現地ですんでね、うんうん、あれですけれど、うん、はい、さあちょっとコメントいろいろ辿っていきますけれども、中君食いたくね、ね、何何何何、ナルトラヌードルなんて食いたくね多分伸びてナルトラヌードルあの多分ブヨブヨでふやけてるよね、食えたもんじゃねえ、ヤンバルクイナさん、都内では見かけませんよって、うん、確かにそうなんですよ。あの、そうなんだ。静岡、ね、うん、静岡
があるじゃないですか。名古屋の隣、うんうん、あの愛知県の隣に静岡があって、はい、静岡から西川。ほで、富山、まあ、北陸の富山から西川しか売ってないって聞いたことがあります。へ、うんうんはい、うん、です。東京では見かけないそうです。はいはい、なんでじゃあ沖縄で、なんか分布してるんですかね。なんか、どういう。なんか、うんうん、あの、売り出しに行ったら、なんか、味が受けたっていう。あ、そういうこと、聞いたことはあります。だから、昔から沖縄にあるから、うんうん、多分、小さい頃から、ラーメンったらもう、キンチャンヌードル。あ、ありますね。で、育ってきてるから、うん、俺なんかは。だから、カップ麺の推しっていうやつですよね、そうそうこれが、ね。ああ、すごい。うまい。細かいところまで、見たとこ、うん、見たくて。時ないわけよ。沖縄のものしか持ってなかった。確かに。見てら徳島製粉、徳島県、何それって言われて気づいたってこと。徳島何っていうね。徳島さんみたいな、あの、うん、そうそう、あの創業者の名前が徳島だから徳島製粉みたいなね、うんうん、ちゃんと土地の名前ですよ。思ってたら、徳島県と工場、あれってそれはそうですよ ね, ね僕みたいな人がいなければね認識しないでしょうけど。さあそして、すごい、裏番組の方ですか。みきおさん、みきおさんどうもどうも、来てくださってる。あれ今放送中じゃないんですか。裏番組だけど来てくれた。まあたまにごくたまに僕もね、うん、あのちょっと裏番組誰出てるかなって見てね、うん、あのっていうのはだいたいこう、うん、どっちもあのギノワンもコザも好きで、同じ時間に番組やってたら可愛い子が出てる方を見るっていうリスナーがいらっしゃってね。なるほど。あれ、あ、かっちゃんはあっちか。 あっちっぽいですね、今日はね。あ、じゃあナルトラ、8日のゲスト絶対黙っとけよ。黙っときましょう。黙っときましょう。黙っとけよ。かっちゃんがギャーギャー騒いでたからな、推しを。黙っとけよ。黙っときましょうね。うん、で、こっちに来たら、コメント全部省略する。やばい。8日のゲスト。まあ、1日のゲストもある意味そうかもしれない、そっち方面。1日も多分、黙っとこうな。黙っときましょうね。言わない。前日にバラすぐらいかな。はい、ということでね、結構このあたり、キンチャンヌードルの話がすごい盛り上がっちゃいましたけれども、ちゅうくんさん、つけてみそかけてみそは東海三景しか売ってない。これ、なんかマヨネーズみたいな感じで、味噌がかけれる。チューブでってことですか。すごい。ですよね。うん、エコさん、ちょっとだけ住んでたんで、ご存知かもしれませんけど。ね、俺は、これはあまり、普通の味噌カツのチューブ、ケチャップみたいな感じのボトル入り、チューブ入りか、の、そうそう、味噌、普通の味噌カツのタレは分かるけど、はいはい、これはあまり知らない。はい、2年しかいなかったからな、名古屋ってもな。いや、でも2年住んでたらね、はい。いやだけど俺の場合は86で荒らし回ってるタイプだ。走り屋だったんで、SC の、そう、86と GSXR7 班で、ちょっと夜な夜な攻めて回ってたんで食には興味なかった正直言って、はい、もうね、今何を言ってるんだろうこの人って言ってるかもしれませんけどね。別にやましいもんではないので。はいはいはい。暴走族ではあります。生粋の走り屋の方です。うん、走り屋の、イニシャル D の方です。山を攻めてた。まあ、速度は確かにいいですね。速度はあっちには無理だよ。ただ、金婚なってたぞ。怖いわ。もう金婚も知らないじゃないですかね。もうね、わからない。世代か、にゃんそうですかね。僕でも昔の車はね、はい、100キロ超えると、うん、キンコンキンコンってなり出す。早いよーっていうことですか。その時代の車だったから、私の乗ってるのは、うんうん、ああなるほど。峠攻めるとうるさいの、キンコンキンコン、 キンコンって、そうそう、高速走ってもうるさい、はいはい、ちょっと恥ずかしいですね、なんか格好つけれないというか、キンコン、まあまあ、運転してる人にしか分からない、外には流れないか、あ、外に流れないかと思った。助手席の人も、うん、よほど耳壊さないと、100キロ超えると
すごい風切り音がうるさいんで、そうですよね、あまり、うん、ただ運転席にいるとうるせえって、そんな感じの、はい、そしてコメントもねいただいてます。あ、ラントさん、キャー美男美女、うん、ということでありがとうございます。そしてアッキーさん、先ほどの推しに関してコメントで、推し牛ってよくわかりませんがチーンって言ったでしょ。はい、ハウって、あー、あの来たよ、え、エロ親父2号が。あら、あの変なあのカッちゃんって、カッちゃんさん来ましたか。あ、わかる。あ、私もあのラジオにたまに遊びに来ていただいたりしてるので。この人、はい、あ、造儀ねえねえというか、あの可愛いねえねえが映ってるちゃ、ラジオ、うん、いや、どこでも現れる人なんで、まず今コメントでもいただいてますけど、うん、星座を聞いてきます。はい、星座、何座、何座、この人すぐ占い出してくる。あ、すごい、私はお羊座でございます。はいはい、はい、占ってくれるんですかね。あと6分で、あー、すごい、6分でかっちゃん、よければ1分で出したよ。はい、ちなみにいろいろコメントいただいてますけど、今日の FM コーダ裏番組は今男2人で喋ってると。お、あー、だからこっち来やがったんだ。はー、かっちゃん、デッキにするぞ。そして、バーモントさん、最近、オリオンビール推しから、泡盛、コーヒー泡盛推しに変化しましたという。ありがとうございます。泡盛、最近減ってきてるんで、泡盛推しが。コーヒー味ってあるんですか？ファミマで、うん、こっちのファミマで売ってるいろいろ出してるし、ね、宮古に行ったら、タラガーが、コーヒー牛乳みたいなのを混ぜてから出してる。コーヒー割りちって。美味しいんですか？ね、ごめん、俺は、そのままが美味しい。あ、そのままが美味しい。やっぱり、カクテル的な味かもしれないですね。石垣ではなんか乳酸菌飲料割りみたいな、うん、アーモリーをね、うんうん、それを売ってるらしいですけどね。すごい、はい、変わり種を。そうそうそう。はい、そしてさっきね、エコさんが車の話しだすと、今度皆さん車の話すごい、みんな大好きですね。好きですよ。すごいよね、この人、中君、 GTR34R と ER34、うん、マジ？この話しだしたら多分残り5分ね、全部の話で終わりそうなので、ちょっとメールの方を一通来てるので読みたいと思います。ありがとうございます。チョウ君、R34 後でちょうだい。フリムネーム、沖縄大好きさんです。エコさん、ナルタさん、ニャッキーさん、こんばんは。沖縄を愛する、沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、推し。推しですか？たくさんいますが。今、ドハマリ中の沖縄ヒーローズであげると、龍神まぶや推しですということで、外見も技もすべて推しですと。おお、すごい。だから結構アニメ特撮、まあ一般的に言うサブカルが好きな方ですんでね。ね、ですね。だけど龍神まぶや推しっていいよね。渋いというか。ね、やっぱこれ沖縄だからこそですよ。うん、だし、ほら他のと違って龍神まぶやは、うん、正直表現は悪いけど、はい、敵を殺さないじゃないですか。ああ、まあまあまあ、アンパンマンみたいな感じでもうすぐって終わり。すぐって終わり。これが好き。あ、いいですね。こういうのがいい、ね。はい、さあ、そして、はいはい、来たよ、お羊座のにゃん吉さん。お、あっちゃんさんからいただきます。やった。良い刺激を与えて、それぞれに成長していけるような素晴らしい人と縁ができそうです。おで、いい意味でのライバルになってくれるかもしれません。かもしれません。で、ピンとくる人がいたら、まずは相手の話をじっくり聞いてみることにしましょう。おお、すごい。ただ、かっちゃんではないと思うんで。それだけ言っときますね。あ、でも、ね、このタイミングだったら、もう今のこのラジオ番組出させていただいたっていうので、ナルトロさんもいい刺激になっていただいて。なんか追いかけさせていただければと思います。ああ、なんかね、もう。泡は大丈夫？いやいや、ちょっと、いろんな方向に。もう、ほんとね。どっち側ですか？さあ、そして、これはカーブボーイさんがいただいていますメールです。ありがとうございます。来た、また。推しは、山川真由美ちゃん。これ、ROK の方だったかな？いや、ちょっと待って。いや、違うね。多分、歌者でしょ。歌者、あ、歌者。そっか、ごめんなさい。それから、上原ゆいちゃん。はいはいはい。え？歌者？いや、違うな、これは多分今の名前変えて落語家になった、元モデルさんじゃなかったかな、うん、確か、ちなみにその山川真由美ちゃんは最近おばあちゃんになったってよって、孫が生まれたってことですか？
みたい。だから本人永遠の19歳とか言ってるよ。カーボンさっきの上原さんはユイシスターズの民謡歌手さん。ああやっぱり失礼しました。あーカープボーイさんだもん。そうですね。あんまり三振系だよ、うん、全部、うん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 、そうですね。まあ僕は昔は天気予報だけを24時間やってる番組があって、うん、今もあるんだけど、うんうん、そのキャスターさんを何人か推してたことは昔はありました。あすごい、そのためにイベントに千葉まで行ったりもしましたけど、うわ本当のストーカーだこれ。ちょっと待ってちょっとドン引きしてもうでももうやめましたね、はい、ああ最近は見てませんあんまり、はい、天気予報だけ担当なんですか？っていう、うん、2,3 時間ごとに、うん、そのキャスターの女の子が順番に変わっていって、ああ、うんうん、でその中そのまあまあまあ大体みんな可愛くて可愛い声で可愛い声、うん、っていう感じでね、そういうのがあったりしましたけれどもね、うん、はい、はい、川越さんその通りです。ウェザーニュースですのことでございます。ああいいですね、はい、なるほどね。そして武蔵さん、はい、僕の推しは乃木坂46ということで、はい、いろんな方を書いていただいてます。ダブったって中古も一緒か。やめとこうかなって言ってますね。はい、ということでお時間が来てしまいました。あ、早い、はい、あっという間ですね。どうでしたか簡単に。いやめちゃくちゃ楽しかったです。泡がたくさん出てきたなって思って、はい、とてもふわふわした気分になり別名アバトラと言って、あ、アバトラさん、泡の神って名乗ってるんで。あ、そうなんですか、はい、もううん、あんまり何の意味かは聞かないでおくださいそうなんですか、はい、わかりました、はい、でも違う一面が見れて嬉しかったです。はい、うんうん、ということで来週のテーマ、はい、いきたいと思います、はい、もう聞いてもらってます、はい、僕がやりますんでね、はい、来週のテーマこちらです。カップ麺ということで、お、okay、この話で出ましたんでカップ麺でいきたいと思います。お、好きなカップ麺教えてください。さあということでこの時間フリムンラジオ、お相手は私ナルトラでした。エコザエルでした。そしてニャン吉でした。ニャン吉さんありがとうございました。また来週です。ありがとう。